イワン・アンドレービチ・ブキンは、ロシア出身の男性フィギュアスケート選手。パートナーは、アレクサンドラ・ステパノワ。父は、アイスダンス選手のアンドレイ・ブキン。2013年世界ジュニア選手権優勝。2019年欧州選手権銀メダル。2015年2018年同選手権銅メダル。2011ジュニアグランプリファイナル 2018GP。ヘルシンキ最初はシングルをしていたが後にアイスダンスに転向。短期間ではあるが、エレーナ・イリニフと組んでいたこともある。2006年にアレクサンドラ・ステパノワとカップルを組む。2010から2011シーズンにジュニアグランプリシリーズにデビューし、クールシュベル大会、SBC 杯でそれぞれ優勝し、ジュニアグランプリファイナルでは3位だった。しかし、ロシアジュニア選手権では4位になり、世界ジュニア選手権の代表には選ばれなかった。2011から2012シーズンも、ジュニアグランプリシリーズでは連勝、ジュニアグランプリファイナルは3位。ロシアジュニア選手権では2位に入り、世界ジュニア選手権の代表に選ばれ銀メダルを獲得した。2012から2013シーズンも、ジュニアグランプリシリーズでは連勝。ジュニアグランプリファイナルでは、初優勝。世界ジュニア選手権でも優勝し、このシーズンの大会は、SD、FD を通じて、すべて1位の完全優勝を果たした。2013から2014シーズン、グランプリシリーズに参戦。スケートカナダでは8位。ロシア選手権では5位。ロシアジュニア選手権では初優勝し、世界ジュニア選手権にエントリーされたが病気のために欠場した。2014から2015シーズン、スケートアメリカは、エカテリーナ・ボブロワ、ドミトリー・ソロビエフ組が欠場し、追加招待を受け出場し3位。グランプリシリーズで初めてメダルを獲得した。ロシア選手権でも、初めてのメダルの銅メダルを獲得。欧州選手権には、初出場で、ロシアの3組で最上位となる銅メダルを獲得。初出場カップルのメダル獲得は、1993年大会のアンジェリカ・クリロワ、オレグ・オフシアンニコフ組以来22年ぶりのことであった。同じく初出場の世界選手権では9位となった。2015から2016シーズン、エリック・ボンパール杯は FD の前に開催が中止となったが、SD3 位が最終順位となり銅メダルを獲得した。ロシア選手権では2年連続で銅メダルを獲得した。ありがとうございます。